お久しぶりです。今日は11月14日、花畑の球根植えの進捗を撮ってみたいと思います。ここが1列目なんですが、ここはビオラとかパンジー植える予定で開けといてます。次、2列目。ここはヒヤシンスとか新入りの球根植えの方とかいろいろ植えました。次、ここは手前ムスカリ、あと色別チューリップかな、白植えてます。4列目、ここは白の、次がちょっと見えない、プシキア、手前植えて、あとは赤かな、赤チューリップ。次、5列目かな、5列目、スイセン、いろいろかな、スイセンと上チューリップかな、黄色かな、ちょっと、定かでないが、上の方はチューリップです。6列目、ムスカリ、もうすでに葉っぱ出てますね。これはバレリーフィネスというムスカリです。水色のムスカリ。これ一番早くて、もう植える前から葉っぱ出てました。あとは上の方はチューリップです。次、7列目かな。7列目。手前、クロッカス。ずっと上の方の半分より上までクロッカスかな。クロッカスの遅咲きの大きい球根の方かな。あとは、ちょっと忘れた。上の方はいろいろ。次、何列目か忘れた。次がピンクゾーンかな、ピンクのチューリップゾーンといろいろ、ごめんなさい、忘れちゃった。ここがスイセンゾーンです。もう今回はスイセンあちこちに植えないで、スイセンのゾーンにしました。品種別もいろいろ植えてあります。で、次が手前ムスカリ、ムスカリのアルメニアカム植えて、あとは何だろうな、ここはヒヤシンスの色別かな、色別植えて、ずっとヒヤシンス、あとスイセンかな。スイセンの品種別、ここも。そういえば、最近買った、これ、プロ用のシャベル買ったんですけど、ここ最近。
ちょっと私には重すぎて、こっちの細い方も買ったんですよ。だけどちょっと重いんで、力のない私にはちょっと使いづらくて、使いませんでした。残念、ちょっと高かったんだけど、パワー、力不足でちょっと使えないですね。ずーっとシャベルで掘り方するので、それを半日以上やってるのはちょっと辛いから、残念ながら男性向きでしたね。その後、次、ここは最近植えたとこかな。赤色チューリップ、最近植えても忘れて、赤色チューリップとかムスカリ色別、ここはムスカリ色別ですね、ずっと、上まで。小麦球根植えるの結構かかりますね、時間。結構時間取りました。その隣も色別ムスカリ植えの方。あとは普通のアルメニアカムとか、今日植えたのが水仙、白い水仙房咲きのサーウィストンチャーチルをずっと植えました。植えるたびにこれで豆とら、なんつんだ、豆ポチポチポチっていうやつでうなってもらう、耕してもらうんですが、ちょっと雨降ったりなんかして結構ぐちゃぐちゃ、植えるの大変なんです。ぐちゃぐちゃです。なので雨降るたんびに苦労しながら植えてます。とりあえず12列ぐらいまで、1列除いてだから11列かな、11列まで植えました。まだ半分くらい残ってるかな。半分こっち側植える方、今の球根植え付け進捗状況でした。